はい、始まりました。今回の動画はこれですね。トミカのリミレットですね。はい、こちらをねちょっとご紹介しようと思います。はい、今回の動画はね、こちらトミカリミレットですね。日産のシルビア S13 ですね。はい、こちらをご紹介したいと思います。当初買った値段がね735円、バッチリ証拠が残ってますね。はい、こちらをね、今日は開封していきたいと思いますけど、これはね、もうなんかね、整理してたらちょっと出てきたんでね、あ、ちょっと動画に上げようかなっていうぐらいの感覚ですね。まあ、お時間ある方は、ちょっとね、ぼーっと聞いといてください。お願いします。はい、開けていきましょう。唯一ね、僕ね、トミカのリミレットっていうのこれ1個しか持ってないんですね。これをねちょっと開けていきたいと思うんですけど、開け方がわからないっていう感じで、あ、後ろ開けましたね。まさかの後ろです。ここですね。はい、開けましょう。開いて、よいしょ、出てきました。トミカ、ちょっと開け方雑ですけどすいません。はい、これは S13 のシルビアです。日産の結構精巧にできてるんですね。これリミレットは僕初めてね見るんですね。まあね、いろいろトミカとかのね動画上げてらっしゃる方もねいますけどね、まあ、もっとね詳しい方がいっぱいいてるんであれなんですけど、まあ、僕なりにねご紹介しようと思うんですけど、まあ、僕もこれリミレット初めて開けるのでね、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。あ、こういう感じになってるんですね。裏もちゃんとデフのどこも、シルバーに塗装されていたりとかですね。で、これタイヤが何が違うかって言ったら、ここのタイヤはゴムになってますね。これ、取り外し可能のゴムですね。それとね、このホイールなんですけどね。これ、当初のシルビア S13 の、ホイールそのまんまのデザインですね。ここがすごいとこですよね。で、動画では少しちょっとわかりづらいんですけど、ちゃんとここ、ね、ケーズって書いてますね。これね、肉眼でもこの下ね、なんて書いてるかちょっと読めないぐらい細かい文字なんですけど、ちょっと読めないですよね。ターボとは書いてるんですけどね。はい。ま、多分これグレードはケーズです。ケーズっていうのはね、当初、ターボ車のグレードですね。で、NA のグレードがキューズっていうやつですね。はい。それの、ケースタイプですね。で、もちろんこれ、ドアは開きます。ちょっと中見ましょうかね。リミレットの内装。あ、意外に内装はなんか普通ですね。そんなに凝ったような感じもないですね。普通のトミカと変わらないかなっていう印象を受けます。はい。うん。まあでも塗装なんかね、この水色っていうのはね、当初 S13 のイメージカラーっていう感じなんですけど、ここなんかはね、かなり、再現されてるんじゃないかなと思いますね。このツートンカラーね、当初入りましたね。イニシャル D でもね、出てきましたよね。このなかなかね、主人公のね、藤原匠の先輩でね、池谷先輩という人ね、誰やねんっていう感じなんですけど、まあ、乗ってる車ですね。非常にね、これ当初人気ありましたよね。かっこいい感じで、クーペタイプの車ですね。はい。もうね、最近はこういうシルビアとかね、まあ、ホンダさんで言ったらプレリュードとかね、そういう車が少なくなってきて、ちょっと寂しいなっていう感じはしますよね。でもまあまあ、懐かしいね、スポーツカーだなーっていう感じがしますね。はい。まあね、これもね、まあ、価値はそこまでね、GTR とかと、比べると全然上がってないとは思うんですけどね、大事に乗られてる方とかね、いてますもんね、S15 とかたまに見ますけどね、はい、非常にね、かっこいい車ですからね、僕も大好きな1台ですね、これは。うん。まあそんな感じでね、今日はまあちょっとね、
家のね掃除をしてたらね、このトミカリミレットっていうのがねちょっと出てきたんでね、おおっと思ってこれは動画に上げなくちゃと思いましてね、まあもう皆さんね結構新しい新商品とかねいろいろ上げてらっしゃるんですけどね、僕の場合はちょっとねこういうなんかポコッと出てきたやつをね勝手に自分なりに上げてるだけなんですけど、まあねよろしければねまたいろいろ上げてますんで、見てやってください。はい、本日はねこれでちょっと終了したいと思いますのでね、またねいろいろ面白そうなのがあったりとかね、ひょこっと出てきたよっていうのがあったらね、動画にアップしていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。またね、チャンネル登録とかねコメント高評価、いただけたらありがたいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。